昭和32年生まれ、丹波立ち食いの陶工である初代新水氏の長男。昭和55年、丹波立ち食いにて作陶。丹波焼の伝統を継承する新水窯2代目で、初代より茶道具の神髄を学び、丹波焼茶陶の第一人者として、素朴で味わい深い作風で人気のある市野新水氏。樂茶碗を思わせる形式に、丹波焼の窯変が見事に融和した秀逸な茶碗です。俗世を超越しているという意味もある神牛祭宗匠の名涼風や、茶の湯道具としての評価ともいえる朱柿も添えられた本作は、まさしく現代丹波焼の至上の一番と言えましょう。